皆さん、こんにちは。世界教養学部のモリソンです。で、この間配布した、物語を読むときに留意すべき13点っていう配布資料をみんな読んだと思うんですけど、その続きとしてこれも作ったので、これも読んでほしいです。そして期末論文っていう、小論文、短い3ページ4ページぐらいの論文を出さないといけないと思うんですけど、それを書くときにこの今から説明することを念頭において考えた方がいいと思うんですけど、でこの資料のタイトルは芸術作品を分析解釈するための3つの問題群。つまり、エッセイを書くときだけじゃなくて、文学作品を読むときに、あるいは映画を見るときに3つに分けて考えた方がよくて、この3つの範疇です。まずは形式で、その次は内容で、最後がその他っていう、その3つのカテゴリーに分けていつも僕は考えてるんですけど、形式は英語で言うと form、 またはスタイル、または expression っていう英語に当たるんですけど、その次は内容で、最後がその他で、まず形式の説明をしますね。で、最初は語り手、これつまり物語の構造のものであって、形式っていうのはで、だからその物語の構造に関連する全てのもの、この下に書いてあるんですけど、まずは語り手で、それをこの間説明したので別に説明しなくてよくて、その視点、一人称のストーリーなのか三人称のストーリーなのか、でその次は三人称の場合は全知全能なのか、それとも限られてる視点なのかっていうことをこの間も説明したので、その次を見てください。語り手は示してるか、あるいは述べてるか、その説明もこの間の紙に書いてあるので、もう一回それを見てください。そして三人称の場合、焦点はどこにあるか、焦点英語だとフォーカライゼーションポイント、それも先日説明したので、もう一回それを見てください。もう一枚の紙を。で、次は、時系列に沿っているか、それともフラッシュバックがたくさん編み込まれているストーリーなのかを考えること。で、次は文体。で、先日も文体の説明したと思うんですけど、こっち側にはその文学的な表現が非常に多く、シンボルとかも多く、比喩も多くっていう、つまり僕の母方の文体に近いのか、それとも新聞の記事に近いのかを考えること。これ全部文体形式の問題であって、で、次はそのジャンル問題。ジャンル問題、自分が今読んでるやつは告白小説なのか、推理小説なのか、冒険小説なのか、芸術家小説なのか、散文詩なのか、漢詩なのかとか、いろんなジャンルあるんだけど、今自分が読んでるやつはどれに近いのかを考えること。で、次は言葉遣いで、言葉遣いもちろんいろいろありますし、口語体で書かれてる小説もあれば、すごく堅苦しい漢文帳に近いものが書かれてるのもあるし、文章の拡張とか、確証の高いものもあれば、村上春樹の小説みたいに普通の話し言葉で書いてもあるし、それに対して敏感になることが重要で、で、次は段落構成。段落は全部一つの段落で書かれているような小説、平安時代の文章みたいな感じなのか、それとも段落たくさんあるのか。で、次は暗黙の読者は、あれで、つまり誰か読者に、想定された読者に向かって喋ってる感じなのか、それとも読者っていうものはどこにも感じられない語り構造になってるかっていうやつで、で最後があらすじ、プロットの問題で、で例えば志賀直哉の短編小説この間読んでたんだけど、あらすじっていうものほとんどなく、全部その主人公語り手の心の中で起きてることをそのまま書いたりするやつもあれば、起承転結っていうスタイルに従って書かれてるのもあるから、その筋の構造はどうなってるかで、もちろん最初から言えばよかったんだけど、形式と内容は非常に精密に
関わっているようなものなので、そんな簡単に割り切るものではないんだけども、一応便宜上でこの3つの範疇に分けて考えた方がよくて、で、まあ、そこに書かれているのは全部形式上の問題で、だから自分が論文を書くときに主に形式上のことについて書くのか、それとも内容、その書かれている内容、作品の中に書かれている内容を中心に論じるかをまず決めないといけなくて、でやっぱりどっちかにした方がいい、書きやすくなると思うので、形式上のことを書くのか、それとも内容上のことについて書くかを一応決めてから書いた方がやりやすくなると思うので、そのあらすじの特にフレイタグっていう言葉もあるんですけど、後で配布資料もあるので、そのフレイタグピラミッドっていう、まあこれ西洋文学とか西洋神話における大事な文学用語で、それについてまた後日説明しますし、その資料も配ります。では第2の範疇に入りまして、つまり内容っていうやつで、内容に関しては、まあ、内容っていうのはその作品の中で書かれているストーリーのこと、内容のこと、人物の実際に何が起きているかっていうその描写とかで、最初はパロディかオリジナルか、これがすごく重要で、自分が今読んでいるストーリーは作者がゼロから作り出したストーリーなのか、それとも先行する、つまりすでにあったストーリーを借りてそれを題材にして書き換えているかっていうことをまず考えないといけなくて、で日本文学の場合は、まあ、少なくとも明治時代、つまり近代に入るまではやっぱりパロディが多い気がします。つまり漢骨脱退っていうちょっと難しい言葉もあるんですけど、日本語でそれぜひちょっとネットで調べてほしいんだけど、漢骨脱退っていう言葉で、つまりすでにあるものを借りてまた書き換えるというスタイルで、でそういうのが非常に多かったんだけど、明治時代、つまり近代に入って西洋文化がいっぱい入ってきて、そういうパロディ的な文学じゃなくてオリジナルものを作った方が立派だよっていう考え方が支配的になったので、明治以降の多くの文学は多分オリジナルの方だと思うんですけど、その中にももちろんパロディ的なことをやってるのもありますし、芥川龍之介の短編はの多くはむしろパロディの方に属してるし、泉鏡花とかいろんな谷崎潤一郎の小説とか、まあ、半分オリジナルで半分パロディっていう風にやってるのも多いんですけど、例えば自然主義の小説とかはやはりオリジナルの方が多いので、まずこれ内容上のおそらく一番重要な問題で、まずその小説開いて最初の数ページ読んで、これはすでにあるストーリーを借りて書いてるのか、それともオリジナルなものなのかを意識することが重要です。次の内容上の問題で、これこの間の配布資料にも書いてあったんですけど、信用できる語りなのか、それとも信用できない語りなのか、つまり英語で言うと unreliable narrator or reliable narrator、 これは内容と非常に深く関わっている問題で、で次はあらすじの構成で、先ほど形式上のところにも書いてたんですけど、やはりあらすじの構成っていうのは形式上の問題でもあり内容上の問題でもあるから、一応両方のところに載せておきました。で次はその登場人物の心理、登場人物の特徴、登場人物の動機、モチベーションとか、登場人物はどうしてこういう行動をやってるのかを考えることとか、そういうのは全部内容上の問題なので、多分まあ僕の経験から言うと、多くの学生、8割ぐらいの学生がその登場人物はどうしてこういうことをやってるかみたいな論文を書くことが多いので、ここにちょっとチェックマークをつけておいてください。非常に重要で、内容上の問題として、登場人物の心理、動機とか、ちょっとこもってきて僕の顔が見えなくなったと思うんですけど、で次はまた内容上の問題で、風景、自然の描かれ方、その描写的か、心情の投影的かっていう問題で、つまり、まあ、自然の現象をどのように客観的なものとして描いているのか、それとも人間の心状態を表す、
反映するような象徴として空の景色を描いているかという問題で、つまりまあ自然描写に関するところで、で次はまあただの注意点ですけれども、作者が何かを書くときに必ずしも意図的に全部書いているというわけではなく、作者の意図と関係なしに発生してくる、生まれてくる内容もあるっていうことがあるので、自分が今読んでるストーリーが全て意図的であるというふうに考えないでくださいという注意です。次はまあ簡単に言うと欲望の問題で、そのストーリーにおける欲望の機能はどのように動いているのか、誰が何に対してどのように欲望を描いているか。例えばこの間谷崎の死生という小説短編を読んだんですけど、清吉という人物は何を欲しているのか、何に対して欲望を描いているか、そしてその欲望というものはどのように機能されているか、性的欲望ももちろん含めて、語る欲望というのも含めて、読者の欲望も含めて、だからまあ読者の興味関心とかどのようにそそったりするのかとか。で次はまあ権力との関係、あるいはその当時のアイデオロギーへの対抗か迎合かっていう質問で、例えばこの間の谷崎潤一郎の姿勢において、まあ、その当時のまあ明治時代文明開化とか明治時代の近代化西洋化に対してちょっとこう対抗しているような場面もあると思うので、その書かれている内容とその当時の世界はどのような関係にあるのかで、このところがその他っていう範疇に入れることもできると思うんですけど、つまり内容とその他2つ合わせて考える質問です。で次は言及引用カンテキスト性っていう言葉で、これちょっと説明が必要なの。言及は英語で言うと reference とか allusion で、これはまあ直接的な言及であるっていうこと。例えば谷崎の死生という小説を読んでて、その中にいくつかの言及があって、古代中国の有名な女王さんへの言及もあったし、他の小説を読んでるといきなり例えば源氏物語への言及があったりすると、それ直接的なアルージョンであって、そういうものはその書かれている内容の中にあるかないかをまず確認することで、で言及には似てはいるんだけども、ちょっと違う、微妙に違う、カンテキスト性っていう言葉が文学用語の中ですごく重要なので、これをちょっと今のうち自分のノートに書いてください。で英語だとインタテクスチュアリティ、もともとクリステヴァ、ジュリー・クリステヴァっていうフランスの文学者が考えた概念で、インタテクスチュアリティっていう言葉で、カンテキスト性、つまりその直接的に言及しているわけではないけれども、その雰囲気が作品の中にあったりするとか、間接的にそれを匂わせてるとかいう場面があれば、それカンテキスト性っていうのであって、で具体例で言うと、この間読んだ谷崎潤一郎の姿勢の中には、まあ、そのストーリー自体はおそらく楊貴妃の、つまり古代中国の楊貴妃っていう伝説、みんなご存知だと思うんですけど、ヤン・グェイフェイの話を少し借りて書いている気もするけど、もちろん直接的な楊貴妃への言及はないけれども、そのストーリー全体をちょっと意識しながら書いた気もするから、そういったものをカンテキスト性です。でまあこの授業でいろんな作品読んでいくので、読んでる間にカンテキスト性はいかにも頻繁に出てくるかは見えてくると思うので、またこれについて話すので、今のうちカンテキスト性、インタテクスチュアリティという単語を覚えておいてください。で次はまあファンタジーかリアリズム、これまた内容上の一つの非常に大きな問題で、自分が読んでるやつは現実世界において起きうることなのか、それとも起きえないことなのか、ファンタジーかリアリズム。例えばハリー・ポッターという映画あるでしょ、みんな見てると思うんですけど、それもちろんリアリズム的な場面もあるんだけども、人間が飛んだり空を飛んだりする場面もあるし、明らかに我々が現実世界においてできないことも起きうる世界なので、ファンタジー的なところもあるから、
今読んでるやつはファンタジーなのかリアリズムなのかを意識することが重要で、内容上の問題として。で、次はその教訓の話、レッスン。その読んでる作品は何かのメッセージ、道徳的なメッセージ、あるいは教訓的なメッセージとか倫理上のメッセージを読者に対して伝えようとしてるかしてないかを考えること。で、たまにそんな露骨に直接的に伝えようとしてるんじゃなくて、間接的にすごく控えめでそのメッセージが作品の中に流れてることもあるから、自分が読んでる作品にそういうとこあるかないかを意識すること。で、次はそのテーマとモチーフの問題で、先日のその13ポイントの配布資料にも書いてあると思うんですけど、その作品のテーマは何か、その作品モチーフは何かがすごく重要で、テーマと、もう一回繰り返して言いますけれども、テーマとモチーフの違いは何かというと、テーマは抽象的なもの。例えばこの作品の我々に伝えようとしているメッセージは、愛、love っていうものは全てを克服する、 love conquers all、 それ抽象的なメッセージであり、つまりテーマの定義は、作品において繰り返し出てくる抽象的なものである。それに対してモチーフっていうのは、その作品に対し、作品において繰り返し出てくる具体的なものである。それがモチーフで、とか自分が今読んでるやつにテーマは何なのか、そしてモチーフあるかないかを考えること。で、次は階級構造。これマルクス主義的な観点から作品を分析するときに必ず使う概念ですけども、その作品の中にはその人間、登場人物の中には階級構造はどうなってるか。例えば貧困の人がもしいるとしたら、それに対して金持ちの人もいたりするとか、で、そして階級構造どういう関係にあるかを考えることが重要で、まあ姿勢の中にはまあなくはないと思うんですけど、庶民である、まあ、その姿勢のストーリーは、まあ、江戸時代が設定になっており、江戸時代の階級構造は、まあ、士農工商っていうふうによく説明されてるんだけど、武士が一番上で、そして次は農業、士農工商で、その清吉っていう人は多分まあ公、入れ墨の仕事やってるから公あるいは商っていう人で、だけどその芸者である女の子が多分彼より下の段階にいるので、まあ、階級構造は少しその作品の中にもあると思うんですけど、まあ、いろんな作品読んでいくので、その階級構造はどうなっているかを意識すること。そして内容上の問題として最後なのは、作品に出てくる二項対立の機能意義。つまり、まあ、僕はいろんな文学作品読んできたんですけど、大体まあ9割ぐらいの作品の中には二項対立というものが必ず出てくると思います。例えば、まあ、姿勢に関して言うと、M と S、そのサディズムとマソキズムという問題出てきたでしょ、姿勢に。だからそれ一つの二項対立のペアとして、他には、まあ、死ぬことと生きること、 Death と Life とか、あるいは、まあ、姿勢に関して言うと、苦しむことと苦しみと快楽、それ一つの二項対立だけども、その先に、姿勢においては複雑な関係になっており、苦しむ、あるいは、まあ、聖吉の場合は、人を苦しめることによって、自分が快楽を感じたりするっていう場面はあったと思うんですけど、苦しみと快楽はちょっと普段、正反対のものとして認識されてるんだけども、この先において複雑になっている。そして、ド S とド M。っていうその2つの概念に関しても同じこと言えるし、まあ、とにかくどの作品読んでてもその二項対立はいくつかのペアが出てくるから、それを全部リストアップして説明して、そしてこの作品においてその二項対立はどのようになっているかを考えることがすごく重要だ。で、次はその他、これ最後の範疇、3つ目の範疇であるその他っていうとこですけど、これもちろん大事であり、作品読むときにこのその他、つまりその社会的なコンテクストとか背景、歴史的背景ということを意識すること大事だけども、論文を書くときにその他
をほとんど無視してもいいと思います。まあ、あるいは、まあ、意識ながらエッセイを書くのはいいんですけど、その論文を書くときに形式上のことを中心にする、あるいは、内容上のことを中心にしてほしいので、その他は、まあ、もしいつか君たちが有名な文学者になって、その時一冊の長い本を書くときに、もちろんその他っていうのがすごく大事ですけど、この授業においては、作品を精読する、作品を分析する、作品を解釈することがメインなので、形式上の問題と内容上の問題を優先にしてください。でも、まあ、簡単に説明すると、その他、最初は、まあ、歴史的文脈、それこの間説明した、そのストーリー、世界の時代の背景、あるいはその作品が出版された前後の世界との関係を考えることとか、で次は社会的文脈、まあ、階級とあれで、で文学的文脈で、これは、まあ、大事で、例えば谷崎潤一郎は「市井」を書いた時に、その当時の日本においては自然主義というのが流行ってたから、自然主義の作家たちに対して「俺は違うぞ」っていう宣言として「市井」を書いたとも言えると思うので、それを理解するためにはその文学的文脈を認識しない意識しないといけなくて。で次は、まあ、商品としてのテキスト、物質文化とどうなってるか関係は、作者の生涯、例えば谷崎をの作品を読むときに、ある程度もちろん谷崎自身の生涯を理解しないといけないんですけども、君たちが論文を書くときに谷崎の生涯に関する記述は一切必要ないです。で次はその文学的派閥との関係、それ、まあ、つまり文学的文脈と同じようなやつですけど、自然、白樺派とか自然主義とか耽美派とか無頼派、いろんな派閥はあるんですけど、その作家とその作品はその派閥と関係あるかどうないかをまずか、まあ、考えることは大事だけども、論文を書くときにそういう定説はむしろできるだけ避けた方がいいと思うんですけど、でそれが最後につながるんですけど、定説への会議だから、例えば日本文学史、近代日本近代文学史っていう本を開いてみると、いろんな定説が書かれてんだけど、それを会議的に考えることが重要という、まあ、ただの注意です。ではそれでその3つの、カテゴリーがの説明が終わるんですけど、今後は、まあ、どの作品読んでても形式上の問題、そして内容上の問題、そしてその他、便宜上でこの3つに分けて考えた方が分かりやすいと思うので、で論文とか書く時だけじゃなくて、映画とか見る時にもこれを使うことができると思うので。では、これじっくり読んで、もし、で、この僕の解説ビデオを聞いて、もし質問とかあったら、僕にメールしてください。で、自分にある質問はおそらくみんなにもあるので、積極的にいろいろ確かめたりしてください。では、以上です。モリソンです。